アメリカがバイデン政権に代わっても中国とのペリペリムードが続いてるみたいだな。同じ軍事大国同士、お互い牽制し合ってる感じだよね。そうだな。両国とも世界のトップに立ちたい国同士だから一歩も譲れないんだろうな。軍事大国同士がピリピリムードなのは少し心配だよね。ここ最近は中国がかなり力をつけてきてるから、アメリカとしてはトップの座を奪われないように必死だね。中国はまずアジア各国の実権を握ろうと海や空にやりたい放題だよね。日本だけじゃなく、台湾やインドネシアなどもずっとちょっかい出されてるからね。でっかい国なのにやることらちまちまと鬱陶しい国だぜ。本当だよ。相変わらず日本の領海にも毎日のように侵入してきてるもんね。頻繁に侵入しすぎるから、マスコミもあまり報道もしなくなったよね。うん。そうだね。でもそれが一番危ないんだよね。みんなが慣れてきてるんだよね。他国の領海を犯すということは本当なら大変なことなんだよ。違う国なら、有無を言わさず攻撃して撃沈なんてこともあるくらいのことだからね。日本が中国の行動に慣れていって、領海を少しずつ奪われて、気づいた時には中国領なんてことにもなりかねないからね。どんなに面倒でも声を上げ続けなきゃならないんだ。海保や海事の方々は毎日24時間それと戦っているんだからさ。本当に頭が下がるよ。そうだな。しつこく領海を犯してくるのらそれが狙いだと言ってる専門家もいるくらいだ。海事や海保の方々には感謝しかないぜ。みんなもこのことら、少しでもいいから頭に入れておこうな。うん。本当にいつもご苦労様です。それじゃあ本題に入ろうと思うんだけど。2021年6月アメリカ海軍の第7艦隊に所属し横須賀を母港とする原子力航空母艦ロナルド・レーガンは他の艦艇を伴って軍事演習を行ったんだ。この軍事演習でロナルド・レーガンを中心とした空母打撃群は巡洋艦21番艦のシャイローや駆逐艦47番艦ハルゼイといったアメリカ海軍を代表する艦隊が勢揃いしたんだ。ロナルド・レーガンの空母打撃群は搭載する航空機を含む総合的な演習を行ったとされ、アメリカ第7艦隊によれば定期的に計画された演習であることを強調したんだ。これは、先進7カ国によるイギリスで行われた G7 サミットで中国を名指しで批判する声明を出されたことに対して強い反発を行っている中国に向けてアメリカの方針を改めて示したものではないかと言われているんだ。そりゃー、中国はピチピチ来てるだろうな。あの国は自分たちのやってることは棚に上げて、他国にやられるとすごい反応するもんね。中国にとっては、領有権を主張する南シナ海でアメリカの空母打撃群が軍事演習を行ったことは、かなりの圧力になったんだと思うよ。近年、軍事力でアメリカが一目置くほどの戦力を増強してきた中国に、アメリカの軍事力の象徴の空母打撃群が自由に南シナ海に出入りできることを示したことで抑止力は大きくなったよね。そうだな、日本も含めてアジアの周辺国では中国が持つ軍事力には到底かならないからな。アメリカの抑止力がなければ、どうなってたかと思うとゾッとするね。NATO 会談でも中国を警戒するアメリカの主張に加盟各国は同調はしてるから、アメリカだけが抑止力になっているとは言えないけどね。でもね、すべての加盟国がアメリカの主導する対中包囲網に同調してるとは言い切れないんだよね。特にフランスのマクロン大統領は全面的に対中国包囲網に加担することには難色を示していて、日本が思うほどにヨーロッパ諸国が対中に対して団結しているとは言えないんだ。ヨーロッパ諸国はすべて中国に対しては警戒していると思ったけどそうじゃないんだね。国によっていろいろあるからな。中国とは仲良くしておいた方が自国にとって得だと考える国もあるだろうな。実はヨーロッパ諸国だけじゃなくアジアでも、フィリピンやインドネシア政府は微妙なんだよ。自国内的には対中批判はしているんだけど、なんとも政府の態度ははっきりしないんだよね。確かに近隣の大国だからな。軍事力でもかならないと考えればアジアでも中国とら友好でありたいとら考えるよな。そうした意味では本当に中国に対峙しているのは台湾だけなんじゃないかな。台湾にしてみれば日本以上にアメリカの後ろ盾なしでは、中国の圧力に対抗できないだろうから非常にきつい立場だろうね。そして台湾や日本にとって気がかりなのは、バイデン政権がアフガニスタンからのアメリカ軍撤収に向け、ロナルド・レーガンを中東に派遣する方針を打ち出したんだ。現在、中東アフガニスタンにはアメリカ軍部隊約4000人が駐在してると見られてるんだけど、今年の9月までに全撤収と言われていて、そこにロナルド・レーガンを投入する案が浮上しているんだ。おいおい、
一時的に南シナ海から抑止力がいなくなるってことか。大丈夫かよ。今の現状では中東地域にはドワイド・D・アイゼンハワーの空母打撃群が展開してるんだけど、本国での修理が必要となっていて帰還する予定になっているんだよね。ロナルド・レーガンの空母打撃群が南シナ海から一時撤退することはまだ確定ではないけれど、アメリカの政策から考えると中東地域に向かう可能性は高いと思うんだ。そうなった場合、他の空母打撃群がアジア方面に派遣される可能性もあると思うんだけど、まだ今の時点では、明言されてなくて一時空母打撃群が不在になることも考えられるよね。せっかくロナルド・レーガンが抑止力になってたのに、一時期でも不在になったらここぞとばかりに、中国が圧を強めてきそうだよね。そうだね、アメリカ海軍は全部で11隻の大型原子力航空母艦を保有しているんだけど、修理、メンテナンス、訓練、実戦配備のローテーションで動いているから実際の稼働は最大で4隻程度なんだ。そうなると、南シナ海に新しい空母を送り込むのは難しいかもしれないね。一つの案としては、佐世保に存在する、強襲揚陸艦アメリカを軽空母的に運用するのではないかと言われてるんだ。でもよ、原子力大型航空母艦と軽空母では戦力には大きな差があるよな。なんかだいぶ弱そう。確かに、強襲揚陸艦アメリカでは艦載機となる F-35 戦闘機が20機前後しか搭載できないから、ロナルド・レーガンとの攻撃力には大きな差があるよね。ちょうどイギリスから出航したクイーン・エリザベスの空母打撃群がアジア、太平洋地域に向けて航行してきているんだけど、各地で各国との軍事演習の予定が組まれていて、すぐに到着するのも難しいよね。やっぱり、アメリカに頼ってる部分が大きいからこういうことが起きた時に厳しくなるよな。日本は他の周辺諸国と連携をとって、対中国の牽制をしていかないといけないな。フィリピンやインドネシアなんかも連携してくれればいいんだけど、今の段階でははっきりしてないんだよね。日本だけじゃなく他の周辺諸国も危機感は感じているはずだよ。領海侵犯をされるということは国土を荒らされたのと何も変わらないからね。あとは日本政府の周辺諸国とのが外交次第ということになるだろうね。もちろん戦争なんてことになったら絶対にいけないけど、このまま中国の自意行為を見逃せない。日本政府には毅然とした態度をとってもらいたいよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったらチャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。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